気持ちいいな。秘密基地みたいですね。もっとなるほど島根ゼミ。こんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどをもっと楽しく学ぶ島根ゼミ、今回は山陰道を使った観光地の周遊ドライブと重点道の駅に注目します。島根県内の山陰道は2025年度までに3つの区間が開通予定。東西のアクセスが向上し、南北のルートも含めて県内観光地の周遊ドライブが楽になります。そこで高速道路と観光地をつなぐポイントが道の駅。国道54号線沿線の3つの道の駅は地域活性化の優れた取り組みで、国土交通省から重点道の駅に選ばれています。これ鉄道の駅のような看板ですよね。赤城高原、トンバラ、掛屋の里の3駅では連携して地域活性化に取り組んでいこうと、こういう看板で隣の道の駅を紹介してるんです。そして子育て世代に嬉しいのがこれ。いや、コーヒーにしようかな。いや、お茶がいいかな。紙おむつ、紙おむつ。飲料メーカーなど3社が共同で全国の道の駅に設置を進めているベビー用紙おむつの自動販売機。イラストが可愛いですね。このイラスト私が描いたんです。この紙おむつの自動販売機のデザインには木村駅長が描いたイラストが採用されているんです。これもこれも。施設内のポップも全て木村駅長の手書き。その腕前は飯南町の観光マップやイベントのポスターなどの制作依頼もあるほど。こういうスタンプも旅の思い出になっていいですよね。ちょっと待ってください、はいはい、これはまだ未完成なんです。え、あそこで完成させましょう。あ、何ですかあれは。見えてきたのは道の駅の裏山に建てられた島根っ子山の別荘。面白い形ですね。おー、なんか秘密基地みたいですね。はい、ですね。平川さん、これを押せばスタンプ完成です。なるほど。こちらは七色に彩られた虹のベンチ。山陰道を利用するとアクセスが便利な今サンドミュージアム、浜田市世界子ども美術館にも同じものが。人気の撮影スポットになっているようです。虹のベンチ巡りも楽しそうですね。他にも地元食材を楽しめるレストランや産直市など、旅の疲れも癒されますね。緑地公園を備えた家族連れに人気の道の駅掛屋の里。いや、道の駅もそれぞれに個性的で、こうやって巡ってみるのも楽しいですね。山陰道の開通見通しが発表され、あと 3,4 年で高速道路で県内を周遊する旅が容易になります。県では感動発見の旅エモーショナルナイン山陰道をスローガンに、山陰道の整備促進を図っていきます。エモーショナルナイン山陰道、今から楽しみです。次回は自然満喫沖ジオパークです。それではまた来週。